どうも、ショッピンです。今日も動画をご覧いただき、ありがとうございます。枕ですか。あ、ご質問ありがとうございます。もう今から5年前ぐらいだと思うんですけど、僕がですね、初めて一人暮らしをするために、引っ越しをしました。その一人暮らしをする前、引っ越しをする前、実家に住んでいた時っていうのは、太ももの高さぐらいまでの、一段のベッド。に、上にこうマットレスを、ふかふかのマットレスを敷いて、で、そこにもちろん枕を置いて、普通に寝ていました。で、初めて引っ越しをするってなった時に、その品川の部屋がものすごい狭かったので、ベッドをですね、2段ベッドとして上に上げたんですね。その時も実家から持ち出した枕も置いて、そこで寝ていました。ここまではあなたと変わらない感じで、普通のベッドで寝ていました。初めての一人暮らしから1年ぐらいが過ぎた時に僕が断捨離と出会いまして、部屋の8割のものを捨てたわけなんですけど、ミニマリストを極めようっていうなんか変な方向に行っていたので、2段ベッドもですね、もうせっかくなら断捨離しようぜっていうことで、その2段ベッドだったり枕っていうのも全部断捨離して初台に行きました。で、初台に引っ越した後は2、3日ですね、床で寝てみてたんです。はい、そしたらですね、痛いと。体の節々が痛くなったりとか、なんか深夜に背中の痛みで起きるっていう、そういうのがちょっと2、3日続いてしまったので、これはまずいということで、折りたたみベッドを、買いました。スペースはあくまでも取りたくなかったので、折りたたみベッドでいう感じです。その段階で僕は枕を使って寝てないんです。なので僕はですね、枕を使わずに寝てる歴がですね、大体もう2年近くなります。で、この動画を見ているあなたは、枕なしで寝られるの辛くないんですか?っていうふうに思うかもしれないんですけども、ネットではですね、枕なしで快眠できる人の条件として3つ挙げています。1つが、マットレスが柔らかめのベッドに寝ていること。2つ目、後頭部がフラットであること。3つ目、普段から仰向き寝で寝返りが少ない体質の人。この条件3つ挙げています。で、僕が前使っていたその折りたたみのベッドであったり、今使っているマットレスなんかはですね、もう非常に柔らかいです。ものすごく沈みます。なので、1の条件には当てはまってるかなというふうに思います。2つ目ですね、後頭部がフラット。これどういうことかっていうとですね、後頭部が絶壁の人です。わかりますか?なんか絶壁って聞くとなんかわかるかなって。ですね、要するにこういうことですよ。はい。僕も後頭部と脳とがもう全部くっつくっていう、そのレベルなんですよ。そう、僕みたいに後頭部が平らな人のことを、絶壁って言うんです。なので、条件2つ目もクリアと。いうことですね。なんですけども、今僕がですね、ネックになっているのが3番目ですね。仰向き寝で寝返りが少ない体質であるかどうかっていうところです。こうやって仰向きに寝てる分には全然いいんですけど、なんだこの絵。なんだこの絵は。横で寝ようと思うとこうなっちゃって、自分でこう、拳を作ってその拳の上にこう、頭を置いてみたいな、こうやって寝てるんですけど、ただ本当に寝てる時にどうし、自分がどうやってこう寝返りを打って横になってるのかっていうのは正直わかりません。多分横になってないんじゃないかなっていうふうに思いますけど、仰向けにもう慣れてしまったんです。なので僕はこれでもう寝ています。とは言ってもやっぱ枕は必要ですよね。物は増やしたくないので、なんかこう家の中にあるもので、なんか代わりになるようなものがあればいいかななんていうふうに思って。ねえ、ドラちゃん。さすがドラちゃん、ポケットから出してくれるだけじゃなくて自分自身が道具になっちゃうのね。っていうことはしませんから。もしこれをやっていたら1万人チャンネル登録者数がいって、断捨離プレゼントをさせていただくときに結構いい味出ちゃいますからね。でもやっぱりこう横向きになった時にすごい寝づらいなっていう風に、今でも感じてるわけなので、コンパクトに折りたためてスペースを無駄にしない、そんなですね、ミニマルな枕をちょっと探して買ったら、またそれをちょっとレビューしたいなっていう風に思います。この動画がちょっとでも面白かったです。参考になりました。というのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。